皆さんこんばんは、桜井よしこです。毎週金曜日夜9時生放送です。桜ライブ、君の一歩が明日を変える。今夜もお目にかかれて本当に嬉しく思います。さて今週ですけれども、ちょっとこれご覧ください。私たちがやっています国家基本問題研究所が出した意見広告です。原子力政策を決めるのは政府です、原子力規制委員会ではありませんというタイトルで、まあ、これはそもそも原子力規制委員会が、福井県の高速増殖炉モンジュに対して非常に厳しい意見を出して、半年以内にモンジュの今運営している機構に代わる組織を見つけることができなければモンジュを事実上、まあ、廃炉にしなさいと取れる勧告を出したことに対しての異議を唱えたものです。まあ、高速増殖炉、日本にとって非常に重要な技術だというふうに思います。それと同時に私たちが言いたいことは、この原子力規制委員会が本当にその設置法に書かれているように、公正で中立で情報公開をきちんとして透明な形で審査をしているかということに対する疑問を突きつけたわけです。実は私昨日鹿児島県の仙台原発に行ってきました。非常に手厚いもう安全対策がそこかしこに打たれていて、世界一厳しい安全基準を世界一の真面目さで私は達成していると思いました。そこで仙台原発の人たちに聞いてみたんですね。どのような手続きを原子力規制委員会に対して取りましたか。するとですね、なんと40万ページに上る書類を出したそうです。こんなことは世界で他にありません。この時代全部電子化してもう CD ロムで全部済むんですけども、日本の規制委員会は全部これを紙に書いて出すように要求します。そして皆さん、40万ページどのくらいの分量だと思いますか。厚さ10センチのキングファイルで150冊が10万ページです。これビルの高さにすると15メートルですから、まあ、3階4階5階ぐらいの高さになります。このようなビルの高さになる書類の山を4つも出したんですね。こう手押し車で持って行って、今は結局これはまあその保管庫に入れてあるわけですが、こんな凄まじい労力をその要するような審査基準というものを要求して、果たしてこれが本当の意味での安全につながっているのかどうか、私は大変疑問に思ってきました。原子力規制委員会の在り方、国際標準並みにきちんと合理化して公正でそして透明化しなければ、日本国の原子力そして安全についての未来はないと感じました。さて今日はですね、安倍内閣で一番大事なデフレ脱却、経済再生担当大臣でいらっしゃる甘利明さんにおいでいただきました。こんばんは。こんばんは。甘利さんにはもう2年前に原子力セミナーでお話しいただきまして、はい、今ちょっと冒頭からですね、うん、本当は今日は原子力のことを聞く予定ではなかったんですが、はいはい、たまたまこういう意見広告を私たち出しました、うん、このことについて、まあ、原子力規制委員会参上委員会で、なかなか文句を言えないということですが、他の国ではきちんとこれ、議会がですね抑止を聞かせている、専門家の意見を聞かせているんですが、日本はそれが全然できていないのは自民党の責任でもあるんじゃないかと思うんですがどうです。おっしゃる通りです。おっしゃる通り、はいはい。まあ、愛事故の後でですね、なかなかその公平公正でバイアスのかからない、議論というのはしづらかったというのもあります、ですから、とにかく、権限を持って、はい、余計な意見を差し挟まれないようなという雰囲気の中でですね、できたわけですね。で、意見広告に書いてある通りですね、原子力政策を含むエネルギー政策は政府の責任でやるものです、で規制委員会は、その安全性がですねその基準に合致しているかどうかチェックするところでありまして、どう政策をエネルギー政策を進めていくかというのは政府が判断するところですからですね、どうもその規制委員会にですね全てお任せ、というような
印象を持たれているというのは確かに我々の不徳だというふうに思ってます。甘利さんね、この規制委員会の田中委員長をはじめ、5人の委員の方はですね、なんと菅直人さんの民主党政権が選んだんですよね。その選んだ5人の方々を自民党政権になって国会承認してしまった。つまり菅直人さんの脱原発の意図を反映した人事と言ってもおそらく間違いないだろうと思うんですが、こうした人事をそのままずっとこう大事に守り続けるっていうのも任期の限りはですね、国会承認してますから、その人たちに託すしかないわけですけども、もちろんその任期が来てですね、より適切な人が、選任いらっしゃるならばですね、その人たちに、きちんと託していくということは、当然国会の責任としてやっていくことだというふうに思います。はい。冒頭申し上げましたように、原子力政策、エネルギー政策は、規制委員会が政策を作るというわけではなくて、政府の責任でやると。規制委員会は、規制に合致しているかどうかの、チェックをしてもらうというところですから、チェックはですね、世界一厳しいチェックで、それはもう安心が培われるのはそれでいいと思うんですけども、政策判断をどうするかっていうのは政府の仕事ですからね。ここちょっとね、甘利さん、今日のその経済のことで、はい、ちょっとこれ原発停止で日本は貧乏になるという予測が出たんです、でここが2013年ですけども、ここまではこれ IMF のその予測なんですね、で日本一人当たりの名目 GDP、ドル換算ですけども、これちょうど95年のあたりは日本は世界で一番だった一人当たり、ところがですね、だんだん下がってきて、2011年の頃からですね、もうぐーんと下がってきて、でここから先は岡山大学の釣り正夫准教授の予測値なんですが、このままいくと日本はどんどん貧乏になっていて、この赤い線の韓国に2019年に追いつかれて追い抜かれちゃうだろう、今私たちね、韓国の経済は良くないっていうふうに言ってますが、この韓国にもこのまま行って原発をきちんとやらないと日本はダメになりますよという、これどうです？予測ですからね、どうなるか分かりません。経済再生にとってですね、大事な要素の一つにエネルギーコストがあります。はい。で原発というのはもう投資が終わっている、設備投資が終わって実際にそこにあるものですから、それを活用するということはコストが安くなるということです。でもちろん、安全第一は譲れないところですけれども、世界一厳しい規制をクリアしたと、それは手続きは迅速にやってもらいたいと思います。それは速やかに再稼働すると、それが国益にかなっていることであることは間違いないですね。でそれがきちっとできれば、産業立地にとってですね、あらゆるコストのうちの一番大きなエネルギーコストがですね、低く抑えられると、60億とか70億と呼ばれたものがですね、はい、その大きなものが解消されていくということになります。甘利さんも安倍内閣も、2020年までには GDP を今の500兆円弱をですね、600兆円にしたいと、そのためにもやっぱりこのエネルギー政策をきちんとしなきゃいけないってことですかね。安全が確認されたものは速やかに再稼働していくというのが安倍内閣の基本方針です。安全はね、一定現地に行ってみるとね、やっぱりかなり真面目に、かなりというかものすごく真面目にやってるってことはもう実感しますね。世界一厳しいというのはその通りのだと思います。それをクリアしているというのは世界一安全な原発であるということは間違いないと思います。でも40万ページはどうにかしてほしいとそうですね、というふうに思いますね。もうちょっと、合理的な申請の仕方、手順というのは、あると思いますけどね。ぜひその辺ね、ご覧になって、いただきたいなというふうに思います。で今日の本題はですね、TPP 環太平洋戦略的経済連携交渉というんですか、それ2年7ヶ月かけて本当にご苦労なさっておまとめになりました、ありがとうございますと言いますか、ご苦労様ですと言いますか、これ2013年の3月に安倍総理が参加を表明しました。甘利さんが担当大臣になって、そして
この年にご病気をちょっとされたですか？この年末ですね、で、入院しました。はい、もうすっかりお元気そう。もうあれから2年、ね、2年ちょうど経ちました。そうですね、で、14年4月にオバマさんが来日なさって、あの寿司屋さんに行ってカウンターで総理とお食事なさった時に、心臓お前は 60% も支持率あるじゃないか、僕は 40% だから、TPP で譲ってよというふうに言われたというふうに聞いたんですけども、そんなことがあったんですかね？もともと寿司屋会談はですね、そういうこの細かい立ち入ったことは話さないっていうことで、やったんですよ。ところが、オバマさんがですね、具体的にですね、この TPP のぶつかってる項目をですね、とうとうと話し始め。言論テレビからのお知らせです。言論テレビでは会員の皆様を募集しています。会員になっていただきますと、桜ライブ君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の収録動画をご覧いただけます。さらに桜井キャスターの書き下ろしのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。コンテンツをご覧いただくためには、正会員登録をしていただき、月々に会費972円、または年会費1万800円をご負担いただきます。昨年から桜井よし子と共に歩む桜会員を設けました。桜会員になっていただき、年会費一口10万円以上をご負担していただきますと、正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本にサインをしてお送りし、イベントを開催した際には無料でご招待いたします。詳しくは言論テレビのホームページをご覧ください。ご負担いただいた会費で事実に基づく情報を発信し、正しいと信ずる論陣を張るインターネット番組を制作いたします。多くの方々のご入会をお待ちしています。ウィル編集長の花田和之です。この番組は、今私が一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞くという番組です。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右ウィル場外論戦は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるのすぐ後の放送です。天聖人語がね、名文だっていうのはね、もう何十年も前に終わってんだよ、もうしょうもない文章ばっかりなんですよ、はっきり言ってね、あれが入試に使われたりね、だからそういう書き写しなんかをね、やるっていうのは、おかしいですけどね。番組のテーマは、今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談のゲストはウィル執筆人のほか、今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。